はい、どうも、ホリッチです。今回もゼイヤビルやっていきましょう。さあ、今回はですね、ちょっと防衛の強化しつつ、もろもろね、増やしていきましょう。今のところね、石は結構取れてるんですけど、鉄がね、あんまないんですよ。で、めぼしい場所も特にないんですよね。まあ、一応、取れる場所から取って。レワーカーが50人くらい余ってるんでね、それらちょっと重要に貴重に使っていきましょう。で、税収が今1000超えてるので、どんどんね、家を強化し、普通の家も強化していって、電気がねないから強化できないとこ多いから、それらを増やして、電気ですね、とりあえず電気を増やしていきましょう。で、今回ね、このファウンダリーって、ファウンダリーの研究を進めたいと思います。もうちょっと西とか方面ね、調べたいんですよね。こんだけじゃ防御力が薄いので。まあ一回進軍来てくれたらいいですけどね。まあこの拠点とか潰したいですし。余ってる連中で兵をね、軍団を構築してもいいですね。バリッサに任せてさ、一回ここ集まろう。で、新しく軍勢をここに送って、で、ファウンダリ置きましょう。電気がまだないなあ。あれ、こんなもんか。もっと入ると思ったんだけどね。研究で上のやつを作ってもいいかな。よっしゃ、ではね、ここから行きましょう。どっか攻撃されていた気がするんだけど、大丈夫か。まあ木だけど大丈夫だろう。よし、進軍しましょう。アーチャーが25人か、少ないね。進軍だけならできますね。もうちょっと進めようか。じゃあ拠点かな。こっから出て、でもまだ北の方行ってないな。この鉱物系欲しいね。ただちょっと一番西なので維持できないと思うんですけど、もういいや、引こう。だいぶいますね。
帰りながら敵殺そうか。でここでね道封鎖あるので、道封鎖できるので封鎖しながら進めばいいんじゃないかな。もう一個軍団作りたいね。食料がないですね。ちょっと一回さ、骨止めて。ファームを増やしましょう。ああ、受けるね。よし。二つくらい受ければいいんだけど、そんな土地がもないかな。あるはあるか。人のいない場所ですけど。さあ第二軍団ができつつあるぞ。拠点か。引きましょう。あ、一人死んだ。そんなに食らってんの。まあでもちょっと軍勢がね、そうじゃいらないんで、ここで死んでもいいか。レンジャーで固めたいんですよね。来ました。このタイタンの6000の方ですね。このタイタンが起きるようになったら大きいので、あれができるように攻めていきましょう。拠点潰せるかな。まだまだいますね。46、いいや、置けるね。ここでいいか。どこだ。ああ、結構前線だね。マラも来い、戦おうぜ一緒に。邪魔。強化してこの辺も強化したいな。何人いるんだこれで。40人か。どうなんだろう、足りるのかな。ホールドポジションしよう。バリスタの方で戦おうか。聞いてた。ゴー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 。潰した分だけ敵が増えたね、さっき。
レンジャーがちょっとかわいそうだな。さすがに危ないか。タイタンのやつを、あ、来ましたね。タイタンが作れます。これでエナジーが1しかない。さあ来ます。ノースですね。これ一回やめよう。とりあえず引きましょうか。少数残して引いて、ノースなので、まあ、位置がねいまいちわからないので。あ、ノース北、ん？ノース？ノースが北だね。しまった。サウスだと思った。いや。多分この辺かな。お金は5000とだいぶあるんですよね。オイルプラットフォームを切るようにしましょうか。まああれは大丈夫だな。いや余裕でしたね。もっとね大きな目標のために戦っているので。オイルどこだっけ？の、あ、あったあった。一箇所。もう一個探そう。きっとどこかにあるはずなんですけど。ちょっとね、先を見渡せばあるんだよな。ちょっと先を見ればいくらでもあるのに。よし。じゃあ、ちょっと先に目を向けよう。来れる？そこって。石がないな。まあ、同時に取るか。アタックしよう。それじゃあ。ここは封鎖できるね。ここの先は行き止まりじゃないかな。ですね。よし、合流しよう。止まってもらう。ちょっと一回お金が余りすぎてるんで、そうですね、エクセクターを作りましょう。作るというか研究して、木があるからこのね小屋を強化しよう。電気どうにかしたいな。この入大地に置くしかないですね。さあボーナスエクセプター2つ、もしくはディフェンシブバリアーズ。ああ、いい、エクセクターを2つもらいます。エクセクターいただきました。エナジーがいる。 OK、 無理ってことだね。
これは一番西じゃないかな。また一番西というか一番端まで来ましたね。人は待ってて、電気だけないから研究でしちゃった方がいいかな。パワープラントが電気なんだよね。よし、オイルができているぞ。タイタン2つ作ります。とりあえずめちゃくちゃここまで進めましょう。じゃあの入り口かな。うん、敵の入り口だね。アタックしよう。北の方面で戦ってましたね。エクセクター置こうか。まあいいや。まずは置けるように電気を走らせて、タイタン、あ、できたね。こっち来いよ。ではですね、まあエクセクター1個こちらに置いて、パワープラント1個置いとこうか。でオイル取って、石取って、石と鉄取って、お金と石取って、まあここはこれでいいんじゃないかな。で引いて、いただいたエクセクターを置きたかったけど置けないので、こんな感じですかね。さあタイタンとやら力を見せてもらおうじゃないか。こっちだ。タイタンもっと作ろうよ。いくらいいの？維持費。お金40か。さあタイタンの力を見ましょう。アタッキングオブタイタン。強い。なんだこの強さ。一回分かったんで引かして。いいね。ではですね、とりあえずこの辺は私の土地だね。めっちゃ戦ってんじゃん。大丈夫？行けタイタン。あっちから帰れるからいいや。封鎖しよう。
Titan is here. タイタン強いな。お金がちょっとなくなっちゃいそうですね。金も一応取れるとこから取るかな。さあではね、この最強弓部隊を退却させよう。よし、ではね、今回ここまでにしましょうか。よし、西の方も来ましたね。まあ防御力がちょっと薄いかもしれないですけど、まあ強化していってね、ここも安全にし、まあ、この拠点一回潰してみましょうね、次回。ということで、とりあえず今回はね、前まで作れなかったタイタンを作れたということで、記念すべきシーズンになりそうですね。クリアできるかはまだ分かんないですけどね。